2023年シーズンが早くも各球団40試合を消化する中で、阪神タイガースは破竹の7連勝もあり、首位を独走。この快進撃の一因となっているのは、間違いなく5月に入り好調を維持している不動の5番佐藤輝明の存在が大きいでしょう。まだまだボール球に手を出してしまうことがあり、完全に覚醒したとは言えませんが、4月29日のヤクルト戦、5月14日の DeNA 戦では1試合2本塁打を放つなど、規格外のパワーを見せてくれています。そんな佐藤ですが、高校生までは無名の人物であったことをご存知でしょうか。どのようにして2022年ドラフト1位強豪選手になり上がったのか、そして現在の活躍、今年はあれ、さらにホームラン王を取れるのか、検証していきたいと思います。無名の強打者だった高校時代、佐藤輝明。1999年3月13日生まれ、24歳、仁川学院、近畿大。2020年ドラフト1位、兵庫県西宮市出身。小学校1年生から野球を始め、阪神タイガースジュニアに選抜されました。中学校では一時は怪我の影響で十分な練習ができませんでした。高校は家から近いという理由で仁川学院高校に進学。中学校ではあまり野球ができなかったこともあり、サッカー部への入部を考えるほど野球へのモチベーションが低くなっていましたが、親友の強い勧誘もあり野球部に入部。高校入学時は身長177センチ、体重65キロと今では考えられないような細身の体型でした。2年生になる頃に将来何をしようかと思った時に、プロ野球が面白そうだなと思ったと、プロ野球選手を目指し始めることになります。自分に足りないのは筋肉だと考え、肉体改造に着手。その成果もあり、高校2年終了時には身長182センチ、体重97キロと見違えるほどに大きくなり、3年春から引退までの4ヶ月間で15本塁打を放ちます。高校通算本塁打数が20本、著しく打力が成長したことがわかります。しかし兵庫県大会の最後の試合では4番で出場、3打数2安打と善戦しますが、チームは敗退し、甲子園出場は叶いませんでした。無名の高校野球部員が大学進学後に一躍ドラフト1位候補へ。強打者としての一角を表してきた佐藤ですが、スカウトの目には止まらず。しかしそんな佐藤に目をつけたのは、近畿大学野球部の田中秀正監督でした。スイングを見た瞬間、これだと思ったと佐藤のスイングに惚れ、佐藤をスカウトし、佐藤は近畿大学に入学することになります。プロに生かさなあかん素材という熱い思いを持った田中監督のもと、高校時代の悔しさを糧に佐藤は成長していきます。最終的にリーグ戦通算81試合出場、306打数88安打、打率2割8分8厘、14本塁打、69打点、8盗塁の成績を残し、スカウトからソフトバンク柳田の大学生の時よりもパワーがある、走攻守が揃っている1位候補の選手、レギュラーになれるとの評価を受け、迎えた2020年ドラフト、無名だった佐藤が4球団の指名を受け、阪神タイガースが当たりくじを引きました。プロ野球選手になるという大きな夢を叶えた瞬間でした。驚異の新人、スランプ。4球団競合の末、阪神タイガースに入団した佐藤は、全プロ野球ファンの注目を浴びながら春季キャンプに臨み、なんと89スイング中9本が柵越えするなど、予想を裏切らない怪力っぷりを披露します。当時阪神タイガースの監督である矢野監督も、やっぱり魅力ありましたね、振る力はプロの中でも十二分に通用していくことが初日で確認できた、見ていて楽しみな選手とご満悦な様子でした。2021年3月5日、コンディション調整も順調で、
オープン戦最初のソフトバンク戦では3番レフトで出場し、迎えた初打席、石川修太から本塁打を放ちます。さらに第4打席にもレフト前ヒットを放ち、4打数2安打。オープン戦が終わってみれば打率は3割を超え、12球団最多6本塁打をマーク。新人らしからぬ活躍を見せ、開幕1軍を勝ち取り、佐藤のプロ野球選手としての人生がスタートするのでした。開幕初戦はノーヒットに終わりましたが、2戦目にはヤクルト田口よりプロ初ヒットとなる豪快なバックスクリーンへの本塁打を放ちます。西武との交流戦では1試合3本塁打を記録するなど、プロ野球選手として順風満帆な人生を歩んでいきます。シーズン前半を終え、84試合で打率2割6分7厘、20本塁打、52打点、盗塁後、出塁率3割6厘、OPS 8割3分3厘と十分な成績を残しました。ファンサービスも丁寧で、交流戦では仙台での楽天戦で、おじいちゃんがスタンドから佐藤にお小遣いをあげると手を出し、佐藤がいいよと断るほっこりする場面もありました。佐藤のあどけない可愛らしさ、素直な性格が人気に拍車をかけました。しかし後半戦は大きく失速。プロ野球選手として大きな壁にぶち当たります。インハイストレート、変化球に手を出し空振りすることが目立ち、バッティングフォームが崩れたことが原因とされていました。相手バッテリーからして佐藤への恐怖心がなくなり、どんどんインハイに投げ込まれる、佐藤が空振りする、バッティングフォームが悪くなるといった悪循環に陥ります。8月21日、中日戦のヒットを最後に59打席ヒットが出ず、2軍落ちも経験。佐藤には誰もが見てわかるパワー、才能がある。そんな佐藤であるがゆえに、多数の OB から叱咤激励の声も飛び交いました。佐藤は10月5日の DeNA 戦で60打席ぶりのヒットを放ちますが、阪神タイガースは惜しくも2位という結果に終わり、クライマックスシリーズでも巨人に2連敗。大型新人佐藤の2021年シーズンが終了します。三振しない強打者に弟子入り。新人王が期待されましたが、広島栗林が受賞。悔しい1年目となりました。翌年の復活を誓う佐藤は、当時オリックスバファローズに在籍していた吉田正尚に弟子入りを志願します。吉田正尚は球界屈指の三振が少ない強打者で知られており、佐藤を豪の選手とするのであれば、吉田は銃を兼ね備えた選手です。佐藤は合同練習終了後、バッティングももちろんそうですけど、トレーニングもいろいろ教えてもらった、どこを意識するとか、こういうところにつなげていくことも聞けたので、すごく勉強になった、早く結果で追いつきたいと思いますと、成長が求められる翌年の決意を口にします。また春季キャンプでは藤井康雄コーチとともに、バッティングフォームを体の軸に意識を置くフォームに変更。佐藤自身も技の部分が成長したと語ったり、打率3割、本塁打50本を目標に掲げるなど、成長を感じさせる発言が多く見られました。成績は向上、しかし2022年シーズン、好調とは言えませんでしたが、シーズンが終わってみれば打率2割6分4厘、本塁打20、打点84、盗塁11、出塁率3割2分8厘、OPS 7割9分8厘、四死球55個、三振137の成績を残しました。ここで目を見張るのは、四死球の増加、三振数の大幅な減少、それに伴い打率も向上しました。試合を観戦していても、昨シーズン空振りしていたインハイの速球を我慢できるようになっていますし、明らかな選球眼の成長が見られました。しかし8月以降は昨年同様、大不振に陥りました。成績だけを見ると、佐藤輝明という才能あふれる選手、期待値が高い分、厳しい声を聞くことが多くなります。
また2022年シーズンはヤクルトの村上が村上様と呼ばれるような成績を残し、首位争いをするチームの強打者として比較されることも増えました。このシーズンの後半の不調の原因としては、体力不足、精神的な弱さがバッティングフォームに影響を与えているのではないかと分析する OB が多く見られました。阪神タイガースの近年のドラフト1位で取った大学卒の強打者といえば高山、伊藤がいますが、1年目は良い成績を残せたまま、未だに才能を開花できないでいます。このこともあり、阪神タイガースファンからはこのまま波、それ以下の選手で終わってしまうのではないかという不安の声が上がり始めました。2023年、阪神タイガース監督に岡田監督が就任。入団してから2年は内外野とも起用がありましたが、岡田監督はサード固定を明言。固定することでバッティングに集中させる狙いがありました。またオフにはバッティングフォームの改良に努めました。しかし昨季終盤の不調を引きずり、オープン戦でも打撃は振るわず、打率2割1分7厘、本塁打も2本止まり、首脳陣、阪神ファンの不安が的中してしまいます。シーズンに入っても不調は続き、4月途中までは本塁打どころか長打がなかなか出ず、打率1割5分前後と佐藤にとって苦しい状況が続き、スタメン落ちを経験しますが、復帰後岡田監督は不調の佐藤のスタメン起用を続けます。今季から打撃コーチに就任した今岡コーチは、佐藤起用の意図を、今の彼に何とかしようという意識が感じられる。打てません。だからどうでもいいっていう風には見えてない。自分の成績だけ考えれば、行ってまえってなる球を我慢できている。だから我々も我慢するところは我慢する。その理由は、日々の練習から見ている僕にはいくつか見えていると語っています。突如覚醒。眠れる力がついに開花。チームも連勝、首位へ。我慢の起用が続いた4月26日の巨人戦、佐藤にとって大きな転機を迎えます。巨人の先発は戸郷。4回まで好投を続けていました。5回の裏、佐藤の第2打席、2球目をフルスイングし、ライトスタンドまで豪快に引っ張ります。試行錯誤したどり着いたスイングでの佐藤にとって待ち望んだ一発でした。確かに4月半ばより打球は上がり始めており、そろそろかという兆候はありました。この本塁打について、良い感触で打つことができた。気持ち的にも変わってくると思います。状態も本当に徐々に良くなっていると思うので、と語っています。佐藤自身にも笑顔が見られ始めます。1試合2本塁打を2試合記録。5月19日には球団通算8000号となる第8号本塁打も放つなど好調を維持しています。5月24日ヤクルト戦、1点を追う9回2アウト、ノイジーの飛球を相手ライトが見失い3塁打に、続く大山雄介がフォアボールを選び1、3塁とつなぎ、打順は佐藤へ。守護神田口和人が投じた初球のストレートをライト線に弾き返しました。一塁走者大山雄介の激走で生還。阪神が劇的な逆転勝利を収めました。佐藤は試合後、絶対に回ってくると思って準備していました。初球からどんどん積極的に行こうと思っていましたとコメント。佐藤は頼もしいクリーンアップに成長。直近12戦で11勝1敗、独走体制を築いた首位阪神。今年の佐藤にはホームラン王も期待されます。何者でもなかった18歳の少年が縦縞のユニフォームに袖を通し早3年。24歳とまだまだ若く、今シーズンだけではなくこれからも大スターになる実力を秘めた選手です。また2022年ドラフト1位森下の2軍落ち中には激励のメッセージを送るなど、兄貴分として、またチームの中心選手としての精神的な成長も感じます。しかし例年の課題は夏場以降、今年こそは課題の夏場を乗り切り、佐藤にとって覚醒の年にしてほしいものです。今回の動画はいかがでしたでしょうか。
佐藤輝明はなぜ覚醒したのか、他の理由やエピソードがありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思った場合には高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。